どうもピアキングです。今日はこのコースやっていきます。ハッピーアイルスワップカッコトロール、幸せになれる沼地ということですかね。まあこのスキンの沼地といえば毒沼のことと思っちゃうけど、毒沼なんて僕からしたらオアシスだよ。その毒沼で幸せを感じることができるのか、オアシスか。いいいいいい、いつもオープニングでしょうもねえこと言うのやめろそれじゃあやっていこうか。クリア率は 0.71%。 いやこの制作者さんはね、マジで素晴らしいトロールコースを作ってくれるんだけど、いつもコースが長いのよ。それがマジでビビったので、今日もめちゃめちゃ長い戦いになるんじゃねえかなと。なんかちょっと様子が違うな。これはトロールなのかい？まあハローって言われたらさ、トロールっていう感じするよな。ピー風船、まあ、ピー風船なんか取っちゃいけないって。右はコイン、左では10コイン。まあここは特に何もないっていう感じか。じゃあピー風船を取らないで先に進みたいと思いますよ。あいつまのだろきっと。開幕ドクルマーン。そういや最近さ、ヒハヒンさんの動画で AI と話してみたっていう動画があったんだけど、 AI とね電話ができるらしいんだよね。それマジでめちゃめちゃすごくて、本当に人間と電話してるみたいな感じなんだよね。いや僕もマジでやってみたいなと思ったね。デメントじゃねえんだよ。しかもね、声が4種類あって好きな声に設定できるみたいなんだよね。女の子が2人、男の子が2人みたいな感じかな。いや女の子の声がめちゃめちゃ声優さんみたいに素敵な声でさそれをさ設定して、僕のこと好き、ピオキングって知ってるかな、みたいな。お前こっち来すぎだって、このだけかー。でその AI と話してて、ピオキングのこと知ってる、知らないでもいいんだ、これから知ってちゃんと2人の時間を育んでいこうね気をつけな、こんなんでいいのか、始まって早々こんなんでいいのか。なさから教えてくれよ。この風船を持ったまんま入っていいのかさえ悩むんだよ。このハテナは何よ。あのバネもすげえ気になんな。一旦ハテナ叩いてみようか。あだー。設定してる声がめちゃめちゃ低い男の人の声だったら相当面白くない考えただけで鳥肌立つぞ。そうだなピオキング、これから二人の時間をゆっくりと過ごしていこうじゃないか、みたいなこと言われたら僕どうすりゃいいかわかんねえよ。新しい方面に目が覚めてしまいそうだよ。で何これ、 This is a dead end。 ここで風船持ってくんなっていうことですか。そうだよピオキング、これからも二人でやり直していこうじゃないか。さっきからキモすぎやー。なら下の土管に入る前にピー状態をなくしてってみようか。これで土管に入ります。うわっ、デカ状態のままでよかったかな。チビ状態じゃないと先に進めませんみたいなヒントが変わってるかもしんねえよな。はぁ、ビビわからんで、ビー風船なくしてきてんじゃねえか。右上か、右上の矢印がヒントなのかい、それを教えろ。そういや最初に右上の方、ここなんかブロックあったよね、ここを叩けみたいな感じ。なんかオンオフが変わった。あ、なるほどね、これで先に進めるっていう感じなんじゃないのガチ悔しいガチ悔しいよ。はいはい、わかりましたよ。じゃあ次はピー風船を持ってくんなってことね。でこのピー風船がない状態でドアに入ったら毒沼に落ちると思うんだけど、カロンのコールがあると思うんですよ。いやどっちだろう、右か右は。左を失敗、左を失敗、左を失敗、ナイスシュポン名人。あぶねえ、この毒沼上まで意外と上がってこないのね。じゃあこの記録を鳥居の扉に入っていきます。さあ次の場面は何だいと思ったら、ヒント、このヒントはどういう意味だい、なんか死に耐久みたいに見えますけど、このまま先に行けということですかね。何かな、どうすればこれむずくない、デカ状態のままいけっていう感じ。あ、チビになれるじゃん、これチビになりーので、左下に行ったらヒントが見れると思うんだけど、これさ、俺もう、ね、この丸々がいいところにいるせいで上に行ってしまうんだよな。だからちょうどいいタイミングで左下に行かなきゃいけない、そういうことだろ、任せろ。俺が何度もそんなところで苦戦すると思うな。ガー絶対カットなんかしねえぞ、カットしねえでここをクリアしてみせるぞ、やめてよ。真ん中の丸々が一番左に行った時にこっから動き出す、これで左下に行けるね。でここはそんなに難しくはない。でここだよな問題は、これがヒントなんかな、さっきの場所とめっちゃ似てるけど、メカクッパーがいて、このキノコを右までやればなんか変わんのかな、ピースイッチが反応するっちゅうことか、バカなんて。そもそもよ、右にメカクッパーなんていないよな。あ、これ下から行けんじゃない？なんだこんだけでよかったのか。じゃあ進めるところまで行こうか。高くた！いや、まだ僕の方が足が速いってもんだ。行き止まりだ！
むずいってこのコース。じゃあ右まで行っちゃっていいのね。右まで行ったらメカクッパ出てくるよね。で下に行きの、こっから左に行ってキノコを出せばいいんじゃない。このメカクッパ落ちてこないかな。大丈夫、僕行っちゃっていい。もう全てを読み切ったぜ。ここだけね、オーバーブロッキーは変わるタイミングがある。そしてすぐ左で逃げるんで。するとメカクッパが出てきて、この状態で左のブロックを壊してもらい、いいの記録を出す。そうすることで P スイッチが発動すると、そういう仕組みなんでねえの。よっはははは。で、このバネいるのかな。うわ、どうしよう。カロンの甲羅かバネか。いや、バネは大体敵だもんな。だからあのバネなんかいらねえよ。え、なになに、君は上隠しブロックなんで。でも右の土管に入れなくなっちゃった。カインカインはいいんだよ。上行っちゃってみようか。上は何、オバネが必要みたいなことが書いてあって、ならばこのバネを持っていこうじゃないか。そして砲雷が来るからすぐにこの土管に入っていく。よしよし、そろそろ中間ポイント。なにこの嫌な場所、すごく怪しい。下何やめて、下何もある予感がしねえんだ。でも魚、お前になんかやられるかよ。俺の勝ちだ。じゃあどこに行けばいいのよ。右と左あるけど、一旦左行ってみようか。こっちは砲台とか来ないよな、特に何もね。あ、待て、キノコあんじゃん。このキノコを持って行って、あ、やばでもまだここでチビになれるって言えばさ、さあチビにさして、ナイス砲台、たまには役に立つじゃねえか。で、この下に行きの、行けませんね。早く進め。何やってんのさっきからもたもたしやがって。こんなんじゃねえ、誰も見てもらえなくなるよ。バネちゃん、よく帰ってきましたね。で、ここでバネでジャンプ C のあの土管に入っていく前に、コインがすごく気になる。このコイン叩いてみようか。何もないのか。てっきりさ、魚が来ると思ったけど、そんな準備してもいいんだよ。さあ、中間ポイントゲット。ああ、なんか怖い音が鳴って鳥肌だった。いや、中間取ったのいいんだけど、みんな聞こえるこの音、ホラーじゃん。もうやめてくれって、こんな怖い音はさ、そういうの苦手なんだから。この近くの枠は何、ホラーじゃんなんだよこのブラマたち。じゃあ一旦黄色い土管に入っていきます。こっちはヒントか。今日ヒント多くないかな。隠しブロック、どういうことこれ。ヒントの場所に進ませてもらえないとか、どういうこと。え、何この砲台、何を出してくる。あ、一応これ出してきてくれんだ。これ一応味方みたいなもんじゃん。じゃあこのメットを取っていこうか。このカロンすげえ邪魔。いや、一旦カロンのまま行きます。あ、右上行ける。こっちが正解なんでねえの。上行ってみようか。で、扉があります。いや、こっち、またヒントじゃん。頑張って言ったのに。しかもさ、これ C 耐久みたいな感じだって。いや、バネ系は得意だよ。見てて、これこうしていくだけでしょ。はいはい。いや、ここだよな問題は。早いもん。はい。いや、うまい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 。で、このハテナを叩くと、で、上はヒットウェイト。さっぱりわからんぜ。全然ね、行くところがマジでわからんのよ。こっちもヒントって書いてたでしょ。だからさっきのヒントはこっちのヒントを見た後にする方がいいかもしんないね。もしかしたら行き道が違うかもしんない。こっちも新耐久なんでしょ。めんどくせえって。でもそんな新耐久俺はやらるんだって思った。もうこんなリズムゲームは余裕なんだよ。見た、今のめちゃめちゃ上手くなかった。で、1、カロンの甲羅右に蹴る。さっきハテナブロックがあったよね。そこは分かった。で、2で、オンオフブロックの場所を叩けっちゅうことか。はいはい。やられるねえじゃねえか。黒い子出すんだ。でもなんか少しずつ謎が解けてきた気がするね。じゃあ右のハテナを叩く。そうすると、来たか。え、このまま行っちゃっていいんじゃない。やっぱヒント通りしてたらダメっぽいね。なら1回目で右のハテナを叩きます。で、2回目でこのブロックが。そうするとまたホラー映像を見なくちゃいけないわけなんですけどこれ面白いね。どうやって作るんだろう。で、花が移動してくれて、移動してくれて、いなくなってくんのかい。そこにいたら僕先に進めないよ。超邪魔だ。隠しブロックを叩いてすぐ右に行っちゃってみようか。すると砲台が石エッジから守ってくれろ。あ、いや、よくもやってくれたな、さっきは。よ、お前このままでするとなんでもうさっさ上に行っちゃうか。もうこんなことばっかするから遅くなっちゃうんだよな。で、オンオフを C の、あ、これさっきのヒントの場所なんじゃない。ここで待っておけみたいなこと書いてたよね。多分これで合ってると思うよ。で、ドアに入ります。いや、ドアに入っちゃっていいのかな。あとさっきのヒントの場所、
なるほど、これで左上に行けるようになってんのか。いや、面白い面白い、すごい仕掛けだね。ただちょっと変わったね、トロールコースで。僕はね、結構戸惑っておりますよ。さあ、ドガンに入っていきますよっと。で、これはどこ？右おしっぱ？右おしっぱちょっと遅かったかな。また新耐久かな。これもうめんどくせえって。これは下からキノコが出てくるから、あのキノコに当たらないように。いや、絶対ぶつけて。これチビなりのキノコ、避ける。グリモ、早くグリモ、よし、チビ耐久ベンチを投げるんだ。土管から出るとすぐ右押し一発。これで間に合うかな、いける。よし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 。で、上の土管は入れないか。これもう一回なんかアイテム出してくんないかな。ピー風船が出てきて、こいつは正解だ。上に行くか、それとも下、上は何もないで。ジャルさん10コインだけもらっておこうか。特にだー、ちょっと待って、犬の分際だ。まったく、犬ごときが俺の邪魔しやがって。このハテナブロックは何だ。またいるか。待て、待ちなさい、お座り。そろそろ真面目に行かせてもらうぜ。打鍵を出さないように下に行く。で、この針に当たって下に降りるか否か。僕は当たらない、それが正解だと思うからさ。で、このピー風船のまま先に行く。何も来るなよ、絶対に。僕は被弾したら下に落ちるしかないんだからな。絶対に何も来るなよ。来るなっつってんだろ。これね、多分当たってこのクッパクランに乗ってもいいんだけど、乗ったら先に進めなくなる予感がするんだよな。ここね、下にもバーがあるっぽいから、多分行けなくなると思う。だからこのフラワーたちを見過ごして先に進んでいけ。よしよし、これで合って出ねえの。うわ、上ジャンプしてみる。そこにピン風船、こっちはなんだ、また死体球みたいな感じかな。うわ、絶対そうだ。なんだよこのスターは。このスター状態のまま行けんだか。行ったら何やるんだ。ピーダメって書いてる。おい、ピーいるんじゃないの。ただ針があるだけや、バカにするな。ということで、ここは右に行ってピー風船を待っておけばいいだけの話だと思いますよ。で、ピー風船を取って、いや、いや、ちょ、見せるよ。何をだよ。このコース難しいよ。僕はね、何度も知りたい気をやったよ。そしてそれを全部クリアしたよ。さらにはね、こんなわけわかんないね、まだばっかりで、僕は脳がもうバグれそうだよ。上の果ては何だって言うんだよ。こんなのね、魚が出てくるに決まってんだ。叩いたらいけないって決まってんだ。ほら僕はこっちから先やられるしかないんだろ。いや、これピー風船とキノコやってたんじゃない。あの魚実はいりませんみたいな。あ、魚じゃねえ、キノコいりませんみたいな。そうだろ、殺虫か。いやナイスかな。あとはいよいよゴールだけですね。いや、難しかったですよ。上の子10回行ったっていいんだな。上だって言うと、ここ全部隠しブロックがあって魚がいるパターンかな。どうしてもあの50コイン取りたいんだけど、調べてみようか。言い過ぎ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 。絶対無理だって、あの50コイン取るの。なんだこの仕掛けの枠は。そして右のやつらもこの花も踊ってんじゃないわよ。じゃあドアに入っていきます。はい、どうもこんにちは。この土管に入っていけっていう感じかな。さっき土管もあったよな。土管に入れませんね。じゃあオンしてみようか。あ、分かった。ここさ、パックを出さないで土管にすぐ入るっていうことなんじゃない。はい、それじゃあね、余計なことはしないでこの土管に入っていきますと言いたいんだけど、オンオフをしてみようか。オンオフしても特に何も変わりそうにはない。ゴールは、まあゴールはまだないよな。何もしないよ貴様ら。長いってこの方の作るコース。やっぱりさ、いや、今何分ぐらいになってるかわかんないんだけど、めちゃめちゃ長く感じるんだよな。オンオフをしてあの記録を取るということですかね。いや、あの記録はフェイクだ。右にキノコが出てくる。よっ見た今の、めちゃめちゃ上手くなかった。じゃあここでブブーじゃねえんだよ。で、気になってることが一つ。このバネ、後で何かしてくるんでねえの。大丈夫かい、あのバネ。魚をもう一回飛ばしてくるとかそういうことはないな。じゃあ上は隠しブロックあるかな。ないね。じゃあこれ叩いてみようか。なんか出てきたって。もうシーソーも出てくるしさ、ドスも出てくるし。これ右行けない。いけ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 。よし、でこのドスを抜けても意味なし親じゃ。キノコ状態を維持したまま右側に行けということは、ここでジャンプだ。そしてスピンジャンプで壊して先に進む。ただこんだけのことでよかったのか。何か来てんだ。いや、どうしようか。上とか、いや、上に行っちゃった。僕はもうやられる気がないのか。バネが浮いてる。あそこどかんかなんかあるんでねえの。なんもないかい。そろそろゴールを見せたな。で、このバネ持ってっちゃっていいのかい。バネ絶対に邪魔すんだよ。熱い。ゴールの演出っぽいよ。この土管の先、ゴールやるみたいだ。さあ、バーを見せろ。
あ、まだないのかな。そしてバネいらなかったのかな。いや、左上キノコいらねえでか。じゃあこのドアの先は何よ。またヒントかい。いや、ヒントって書いてるしさ、これさ、死体級をクリアしなきゃヒント見れないっていうのがさ、ちょっと鬼畜すぎないか。いや、これ上に乗ります。いや、なんかさ、めっちゃ感性効いてんな。感性効いてるから、全然乗れない。いけ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 、乗れ、乗ってくれよ、頼むって。もう助けて、もう助けてよ、みんな。よし、で、これはヒントかな。あ、ヒントっぽい、ヒントっぽい、ヒントっぽいけどさ、イチ、どこの話よ、わかんないんだって僕。じゃあメットでブラパを足上げろ。足上げろってなんだ、押し上げろだよ。で、この音符でボム兵を出す。そして3番は何で、このスターを取って、スターを取って、バンバンを倒して土管に入るみたいな、どこの話なんだよ。じゃあさ、ここで一旦チビになっていこうか。多分ね、その先にあるヒントだと思うんだよね、さっきのヒントは。これで右下が開きます。うわ、バネとカロンどっちで行く。うわ、バネが正解のような気もするけど、これで大丈夫。あ、ここだ、さっきの場所。そしてどうすりゃよかったっけ。右上に行けばよかったっけな。右上に行って、あ、これなんじゃない。これで押し上げる。で、上に行くでしょ。で、2番なんだったっけ。いや、2番だ、ここを上から叩く。で、右を開けろっていう感じかな。そしたらさっきの3番目に行くみたいな。で、スターを取ってあれに入ると、そういうことですね。いや、絶対これゴールだよ。さあ、ゴールを見せてくれ。よっほほほほほ、ゴール。いやー、なんで。いや、まだゴールできないさ。キノコさん、キノコさんあれば、どっかない。あの音符なんか怪しくない。やった。いや、色が違う。こっちは色が違うんだよ。まあ、このコースは中間ポイント戻しがないだけ優しいよな。いや、ここでブラパを押し上げた瞬間、多分ね、砲台が降ってくる。やっぱそうだよな。あ、わかった。ここでピン風船を取って、あのブロックを壊すみたいな。いや、ゴールさせてくれる、頼む。いけるか。やったいや、本当にこの人が作るコース難しいけど、めっちゃクオリティ高いよね。すごく楽しませていただきました。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。靴、説明文に羽があれば隠しはありませんって書いてるんですよ。まあ、サムネを見る感じ、靴を履いて下で脱いでゴールしろっていうコースだと思うんだよね。いや、これがそんなに難しいんかなと思って。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.26%。 そんでゴールまで意外と近いじゃん。落とし穴の幅も結構狭かったと思うんだよね。だから普通に靴を履いて脱いでゴールするだけだと思うんだけど。さあ、始まった。まずこの靴を履いて、これ落ちて普通にジャンプすればいいだけなんじゃない。遠すぎませんか。いや、思ったより遠かったな。じゃあこの靴の履き方に問題があると思う。このクリボーいかん。いや、クリボーをね、下に落としたかったわけですよ。で、空中でクリボーを踏んで靴を履いて靴を脱いでゴールするみたいな、それがしたかったわけなんですけど、このクリボー下に落ちてくんないのかな。一旦左やってみようか。そして右に来たらちょうどいい場所みたいな。戻ってこんか。いや、まさか左に行ったらクリボー戻ってこないとか思わないじゃん。じゃあこれはもう勢いで行っちゃうしかないのかな。ここからジャンプして、はい、無理。多分だけど右下にスッと抜けれる方法があると思うんだよね、右のブロックに当たらずに。ちゅうことで、この矢印のところらへん、ここでしゃがんでダッシュジャンプしてみようか。これでいけるんじゃない。どこにだよ。いや、絶対やってる。それを何度か繰り返せばスッといける時が来るはずだよ。この靴の先端を矢印の右の先端、ここでどうかな。だからなんかだよ。何がだよとか、どこにだよぐらいしか言えねえってこのコースはさ、さっきから何を言ってんの僕はさ。もうね、この方法でいけるかわかんないのよ。でも絶対合ってると思う。めちゃめちゃ難しいドット調整だと思いますね。これでどうかな。いたたたた、攻略法さえ見つければ勝ちの番なんだよ。これいかん。よー、もう完全に攻略法をつかんだよ。この靴の先端があるじゃん。この靴の先端が矢印の根元からちょっと出るぐらい、多分これいけると思うよ。きたー。よーいや、ナイスアイディアの一発もあるよ。ありがとうございました。そしてご視聴ありがとうございます。